中日交流的历史长河中，有很多对中日关系的改善做出了重要贡献的日本政治人物。今天大叔给你介绍一位，就是日本前首相鸠山由纪夫。在新冠肺炎爆发初期，中国国内形势严峻，当时在日本前首相第93代内阁总理大臣鸠山由纪夫的带领下，一般社团法人日中一带一路促进协会立即落实行动，组织力量支持中国抗疫，后期又组织中国友人援助日本，为中日两国抗疫做出了重要的贡献。本书摆脱大日本主义，他在书中评述日美关系、中日关系，在对美国的关系方面，他批评日本为美国马首是瞻，幻想通过美国成为政治大国。他告诫说，日本虽然是经济大国，但不具备成为政治大国的实力，一味于依附于美国，不但不会让日本更加强大，反而让日本更加绑手绑脚。那么我们来去看看他对中日之间的交流合作有什么样的看法。先生，你好，先生。那个，今天呢，我们就是借这个机会啊，向这个鸠山先生做一个采访啊。当前全球的局势复杂，根据您的判断，日中关系将如何有一个发展？在这个疫情之下，全球这个经济下滑，就业率也比较低迷的情况下，大家的生活都不安定嘛。您对这个中国啊，还有这个香港等有什么一个想说的？中国とか香港に対して何か話されたいことがありますか？はい。日中関係の菅総理になって、これからまた新たな関係を作らなければいけないと思います。そのためには私は一番大事なことは、習近平主席の国賓としての来日というものを、これはコロナの関係もありますけれども、できるだけ早く実現をする。そしてそのことによって、日本と中国が永久に平和を保つと。武力によっては、お互いに何事も解決しないもんだから、すべて平和な、ある意味での議論によって、会談によって解決はできるということを、改めてこの平和条約を誓い合うということが何より大事なことだと思っています。そして、特に、香港のことを申し上げれば、私は何度か香港にも参りましたし、近くの中国の他の地域にも参りました。この大湾区は、このこれからの発展の大変大きな象徴になると思っています。香港を含めて大湾区全体がいかにして協力関係の中で発展をしていくか、そしてその中で日本が特に科学技術などを通じて、あるいはそれ以外の様々な文化、芸術も含めてですけれども、交流を深めていきながら、お互いに相乗効果というか、ウィンウィンの関係というものを築いていくことが日本にとって非常に重要なことだと思いますし、それができる環境がようやくできてきたなと、そのように感じています。谢谢您。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。在中日关系上，他不赞成现任政府与美国合作围堵中国的政策，认为日本应该与中国携手并肩建立东亚共同体。他称赞一带一路的构想超越了东亚共同体的构想，如果在日本的政界当中再有多几个这样的人，中日关系将一定会变得更加美好。